今日はコースのお寿司を食べに来ました。こんな感じの寺田さんっていうところのお寿司屋さんです。じゃあ入っていきます。入っていきます。はい、いらっしゃいませ。はい、どうも、そちらの方で、はい、よろしくお願いいたします。コンビニみたいな店舗の中に入りました。すごい、こんな感じ。これが4万円の2枚の4万円のカウンターで入れていきます。ちょっとなんか多くてもいい。4万店長で買ってる。怖いしな。それは面白い。え、そっちがどこと思って、ウニの、キリアのせになっておりますので、周りのソースは長芋と豆乳をアワビの肝とあえてムース状にしております。まあアワビの方も道産のものを使っておりますので、美味しいですから、お召し上がりください。旅費だけでもすごいね。どうですか？美味しいです。美味しいです、はい、ありがとうございます。お味がいいです。はい、結構あの農産食材使っておりますもので、はい、味は最高なものに、はい、味付けもよろしいです。ありがとうございます。結構こめたりしてたもんね。そうなんですね。ニセコの方にインバウンド、すごい太るじゃん。まあね、あの行ってきてその時にいっぱい作っちゃったんですよ。イカメイケン、道産のフグ、函館からずっと、オホーツクの方まで取れてます。今日本で一番フグが取れているのは北海道でございます。何フグ？マグロのことです。すごいでも取れてすごいんです。ひどいのでちょっとまああの消費しなくては、我々が結局下の関食べられても、箸で食べられても、加えて食べてもらっても大丈夫っていう気持ちが、歯応え、歯応えとかって炊き、ランプの部分になってますけれども、まあ真空で、あの低温調理してますので、
牛の高そう、うん、暴れてはいない。暴れてないよ、最初から。ってこれ、追いかかってきて。すごいですね。これ黄身酢って言って、卵の黄身に酢が混ざったの。普通にやっても、そういう風にならないです。酢と、卵を、ね、黄身合わせて分離しちゃうの。あることをしないとそういうことにならない。じゃあ、待ってください。はい、それは聞いてみて。なんか言ってなかったっけ？すごい美味しい。ホタテだ、ホタテ。あ、ホタテ。それ、絶対。ホタテじゃん。落とす。落としそう。落とす。ね。落とさないよ。これは落とさないように食べてください。そうなの。切らない。そうなの。それが、まあ、本当基本だよ。そうですね、タラの白子になります。通風コースにしてます。食べれないものないよ。パクチーも食べれたら食べれるか。もちろん食べれる。美味しい中国料理屋さん行ったら食べれる。その辺のどうだっていうのが初めて食べた。食べれるか。少々お待ちくださいませ。わかる？それダンスわかんない。ダンス。白も言ってた。アサリ。どうせアサリ、しっかりとかいろいろ取れるんですけれども、あえて大根とやらせていただきます。どうぞ。すごいあれ、外国人の人とかも一緒に海外から、ここまで開かないやっぱり、中国大根美味しい、大根すごい、珍しい、アサリもちょうど好きなので、あえて、どうさんの思いになります。あ、今してないんだ。まだ戦争は終わってない。大根の精一杯。あれはじゃあ焦られた。まだまだ。いつも。全然ケツじゃない。しっかり顔して。うん。何が欲しい？今年は何？しばらくじゃない。しばらくってどういうこと？めちゃめちゃ大変な方が。イスラエルって何？ベアンとか。治安悪くてな。しばらく。無理無理。
無理無理許可は無理なんじゃない危ないかどうかそれを食べに行ってるからねあピラミッドピラミッドすごいみたいなでうまいというか風呂水で流しどうすかありがとうございます今前菜を全部食べ終わってすごくどれも美味しかったですこれから握りが来ますいろいろですガリを用意していただきましたアルコールだけちょっとだけ目の前で握りを握ってもらってます とても美味しいです前菜をいろいろ食べました新鮮な野菜お父さんも切ってますすごい美味しいです美味しいです怖いじゃん。ロブスターとかさ、そういう海鮮がね、何を言ってるの？待って言ってね。オーストラリアの言ってる。どうしたやつ？ご飯。カルフィみたいな感じ。美味しかったかな、うん、一発やったうん元気まくって食べない食べないやっぱりね、その時食べて美味しい、美味しかったって言って帰ってきたらってもうそうなの伊藤さんのものなんですよ、ね、アプリだきれいに映るやつだもん美味しいわ。箱館経由さんに紹介してくれなかった。全部好きなんだよね。そうですよ。江戸前の感じの。ちょっと美味しい。向こうの要素も取り入れて、結構タレですよね。そうだ。そういう風にしてます。タレ。そうです。そうです。そうです。で、ジャブジャブしないようにして。で素材の味はやっぱり生かすっていうのが、うん、味わってたうわ、食べてくださいな、なんだっけ、そこいつも苫小牧とか結構使うんですけど今はのつけのが大きくて今ホッキがいいなかなかこれだけ大きいのを使ってるところは少ないと思ういやもう聞いただけで食べたくない。こんな言ってます。見たことないかもしれないです。のどぐろに味は近いです。なんでしょう。はい、食べてみてください。今のホッキもすごい甘いですね。もう最高の、ね、他の店よりそういうねちょっと大きくてうまいのを出す。仕事をしてます。あ、そうです。はい。すごく柔らかくて。これもうまいです。あえて一貫丸ごと出すのは歯応えとかをできるだけ殺したくないので、そういう感じで。甘い。甘い。これと寿司ペダル味わって食べたい。ああ、もちいちゃん。ああ、美味しかったね。いつも取ってたっけ？待ってください。ホタテです。忘れないように残せるじゃん。大丈夫。うん。半尺で言ってますけどね。はい
まあ、天然で天然の濃いです。洋食じゃないです。洋食は使いません。マスキングのシャンパンだろ。食べていただければ分かります。さっと消えますか。もらって切り出して持ってきてもらうスタイルだと思うで、大体あのそうですね、こいつの狭い私にはこいつってあるじゃないですか。こいつのあのリードとか巻いてそのままの状態に冷蔵庫そのままだ。それもうまいんですよ。寒風干しっていうと中継でした。やっぱそこそこのやり方があるんで、僕は嫌なんで1週間2週間もちろん持ちます。1週間は普通普通に持つ10日とか、でももう本当出したら周りも真っ黒になるぐらい、まあ、美味しいって言われてます。熟成された感じの。そうです、そうです。もうちょっと嫌なんですよ。あ今あの冷凍じゃないですから全然味すごい美味しいですよ。キンキンになります。これラウスっていうのがこれキンキン。それかあとウロボロス。ウロボロスご存知ですか。これもうまいです。ゲームのディフィションもうその通りです。本当ウロボロスってヘビでしょ。ああいう花多分そういう世界の知ってはもないだろ。そもそもカラスミだけだったら大丈夫。ザックさん来てくれないからちょっと美味しくない。おーすごい。すごい。これカラスミのもつサンド。はい、白ワイン2つ。はい、白ワインお二つお願いいたします。もつサンドです。すごい。赤身ですね。少し入れて、はい、生サバ。でもございません。これフグ、何の白子？フグの白子。はい。あんな大きいの？全然大きいです。フグ白ってこと。粒。粒です。赤シャリ。いいでしょ。味噌も全部入ってるのしました。いや、なんて安定してない。絶対うまい。もう一回頼んだけれどもね。でもこんな無意識でも頼むって。そうなんです。すいませんね、握力がちょっと少なくなってきてる。マクスカの使い方。マクスカそうですよ。ちょっと量多いですから。すごいね。何もつけなくて。もうつけなくて。こっちはつけます。じゃあ赤身のスプーンあるじゃん。出てる人だ。もちろん絶対落ちるやつ。かます。赤身と言います。なぜかと。何食うんでしょうか。いっぱいありますよ。大きい。あらまさまで今たどり着かない。あらまさまで今たどり着いてない。
ちょっとカニ挟みますか、ま、大丈夫です、ね、まあ大丈夫です美味しいでしょ、うん、問題ですか、問題です、右手が言うこと聞かなかった、カニを入れてフルコースもあるんで、はい、かしこまりました。それ新年のボトルで、はい、ちょっと、はい、絞りたて、これなんか分けたかったね、うん、ああそこで、あそこでなんで、まじで、いや全然、いや全然、いやいや待て、なんで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 やめないけど。とりあえず一口飲めないほうがいいし、マジ飲みなら逆の方が嬉しいですね、女性からの方が、でもなんか何なのこれ、フルーティーさの甘さとはまた違う、カフカっていうところの答え、いやでもウロボロスうまいよ、ギャー言ってます、ギャー言ってます、ドイデフラね、カフカさんみたいな、うまい、すごいね、うん、すごいですね、楽しいね、すごいもったいないけどすぐドロッと入っちゃいました、そうなんですよね、もっと味わって食べたい、これが甘い、うん、すごい甘くてコリコリしてる、コリです、一応言わない、言わない、言わない、タチのかまぼこです、それはかまえだから美味しくなるんですよ、意外と普通のに、うん、これやっぱりですけど、あ、はい、どうぞ、ね、コース、あ、これすごい、すごいね、すごいじゃん、これ弾力がすごすぎるんだよ、弾力うまい、うまいに決まってたよな、俺はうまいっすよ、ありがとうございます、おーすごい、イチゴでしょ、デザートです、美味しい、赤い方が美味しい、甘い、砂糖がかかってるくらい甘い、ね、砂糖かかってる、
え、そうなんですか。そう、断面もそう、だから断面そうなんですか。それは、時代が断面と断面は違います。はい、え、今知った。ありがとうございます。フルーツっていう感じがあります。そうなんですか。すいません。いえいえ、これもですか。あ、すごい美味しい。すごい超美味しい。はい、ということで寺田さんのお寿司を食べてきました。こんな感じで名刺をいただきました。大将の寺岡さんもすごい優しくて面白い人なので、ぜひ皆さん来てみてください。どれもすごい美味しかったです。世界が地獄のような空気になるの